火をついてくれ。火はつきそうか。残念ながらこの濡れた薪と凍えた手では。変わろう。これほど寒いとは。暖かいところへ行け。そういたします。ですが今は火を囲み、この山の言い伝えをお聞きあれ。ある年に穂村天から城郭の山の峰ぞ落ちけるに、由々しき者の父城郭の崖を登りて穂村堤し岩尾を見いずる。刃で穂村ふらるれば、穂村は鋼包めども、おぬがみはこともなし。暗示いだしたるその技を穂村の剣と名付けたり、岩尾のかけらを切り出して渡りたるは唐の国、これいずこより来たるかと僧侶博士に尋ねたり、旅を続けていくとせか、またも穂村の落ちぬれば、もののふ民に恐るるなかれと解き聞かす。穂村の剣は天よりの授かり物と信ずれば、もののふこれを隠さず望む者に伝えり、師から弟子へと伝えられ、ただ猛虎のみ技を継ぎ、対馬の民をなで斬りに。されど噂の聞こゆるは城郭山の頂で、穂村は待てり勇者来たらん。お主、話の真偽を知るために山を登るのか。めっそうもない。ですが浪人に語り聞かせたところ、山に向かったようで、光栄死んでおらぬとよいのですが。山が隠し持つ秘密を探ろう。このままでは凍える。早く体を温めねば。
寒いな。ないのか。このままでは凍える。ないのか。寒すぎる。もうダメだ。さあ、火のそばへ来てください。助かった。お主は無事か。心は擦り切れましたかね。険しい山であるからな。頂には何を望むのだ。答え、権力、何でもいい。火の剣ならばこの寒さもしのげましょう。そうであろう。あなたなら登りきれそうだ。どうかお達者で。頂についた者はどれほどおるのだろうか。
ぜ。寒いな。かじかんできた。このままでは凍える。かような地に道場。よくぞいらした。おつらかったでしょう。酒井陣だ。よもやここに人がおるとは。頂に着いたのはあなたが初。ホムラの剣をお探しですかな。猛虎が火をまとった武具を使っておるのだが。それは我が祖先から賜った贈り物でしょう。俺にも授けてくれ。お主の武芸の何たるか猛虎に見せつけてやる。小石を拾った後に私と手合わせしていただきます。さすればホムラの剣を伝授いたしましょう。あやつと剣を交えれば技を得得できる。小村の剣を侮ってはなりません。この石を太刀に打ちつけてください。立ちなさい。炎に身を捧げるのです。さてここまでといたしましょう。そうか、殺し合わずに済んで安心いたした。対馬にあだなす者に使うことにしよう。無事に得得したからといって天からの授かり物であること忘れてはなりませんぞ。いかがなされた、高井殿。
なぜここに道場が建てられた？先祖代々ここで修練を積むのです。属世から離れたこの地で。お主もか？私はここに暮らし、教えを伝えております。いつか次の者が現れましょう。よくぞご無事で。命を落としかけたが、ホムラの剣得得したぞ。火は操れるものではありません。何卒御身を焼かれませぬように。炎に包まれるのは猛虎のみだ。